まずですよ、どしょっぱなにこれ潜在人間ない。お、今までね、もうずっとミスターナのファンモンみたいなやつ。お前の友達をじゃけ取ってやつだよ。世に回りすぎだわ。遠くからさ、あーザワくんだって言われて近づいてきてさ、目の前まで来てさ、えこれザワくんならないじゃん。近づけば近づくほどザワくんってわかるわけだよ。僕みたいな人がさ、めちゃくちゃいっぱいおったとしたらさ、うん、近づいてきたらあれこれザワくんかなってなるでしょ。それはそもそも絵が気持ち悪すぎて嫌だ。お前らふざけんな。めっちゃ想像したくなかった。皆さん、もし友達がいきなり顔の皮をビリビリビリって剥がして中から馬が出てきたらどうしますか。驚きますでしょ。それは動物でも言えるんですよ。もし同じ動物が目の前にいていきなり中から人間が飛び出したらとんでもないほどビビると思う。このように意味のないことなんて何一つないっていう言葉があるじゃないですか。あれ意外に正しいんですよ。本当にこの世に意味のないことなんて何一つないんですよ。だけどあんまり意味ないことはあるんですよ。まあまあありますね。皆さんには話したんですけど、この間心電図を測るっていう検査がありまして、安静時の心電図とちょっと運動した後の心電図を測る検査がありまして、4分半階段を上り下りしてくださいって言われて、こういう階段なの。あ、2段3段ぐらい、1位2位3位の階段、はい、それをピピ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 って4分半でやり続けたのよ。意味ねーって思ったんですよ。これマジで意味ないのよ。一応それで心拍数上がるけど、他のことでもいいんや。走るとかでいいじゃん。そう、ね、だったらもっと4分半もやんなくてさ、10秒とかで疲れるから。お前らもう死ぬなよ。絶対に生きてる。90分のまだを。じゃあな。マッサージ屋さんに来て、眠くなるマッサージって何ですかって聞いたら、太鼓式マッサージって言うんですよ。だから太鼓式マッサージにしました。僕らのメンバーにね、トシミツという輩がいるんですけども、困りましたね。彼はね、良くない部分がある。もう何かというと、運転中に非常に口が悪い。男結構運転する時に変わりますからね、性格が。そういうもんなんですか。僕わかんないんですけど、あまりにもね、僕もその口なんですけど、ね、あなたも、はい、あなたもダメだね。あなたあちらがダメだね。じゃあこの話やめた方がいいわ。あ、説明しないかもしれないですけど、トシミツが上にブンって上がるのは、僕たちがここから下に飛び降りる勢いなんですよ。オッケー、分かってる。バカな人たちばっかだけど分かってる。図解しとこう、図解。俺らが下に来る頃に都心すぐ上に行くっていう、ちょうどいいエレベーターで成功すれば大丈夫、安全。失敗したら知らん。ただ問題は、この死ぬほど高い場所から俺と三木さんがビビらずに同時に飛べるかってことです。片方をどっちかです。あ、やっぱ無理って言った瞬間、都心すがペイン向こうに弾け飛びます。お兄さんちょっと顔貸してくれるって、こういうタイプのやつを言うよね。あんの、それだと。いやいや、僕悪いよ。あんのかよ。連れてかれたんか。連れてかれたやん。え、なんか中学校の時だけどな、みんな友達と帰っちゃったじゃん。そしたらなんか、おい何見てんだよって言われて、そんなジロジロ見てたわけないよ。あ、まあこうやって言われたな。パッて見ただろ。舗装されてない女子わかる。この白い石がゴロゴロしてる。あるな。それで溶け出しろって言ったら、溶け出しちゃったわ。おい、なんで溶け出しちゃったわ。中学生のわしは身長150しかないんじゃ。変わってねえじゃねえかよ。お前考えただけちょっと笑い止まんなくなっちゃうからよ。写真撮られちゃった、それ。おーい、許せねえな、そっちの方からバカしに行くぞ。おい、行くぞ、これ。おい、お前一番やんねえじゃねえか。また土下座しちゃう。宿本家の手下と。よめと。今丸だ。また揃いも揃って間抜けな顔してんな、お前ら。すごい。やっぱ家にこもりすぎてね、正気が失われてますね。いや、元気だよね、別に家で楽しいの普通ですよね。いや、もうね、君たちは多分ね、遊び慣れてない家の中で。僕はね、もう陰キャなので、お家で過ごすの大好き。どういうマウント。そうよ、俺の陰キャマウント取んないでよ。3つ目、兄妹の後頭部飛び蹴り事件です。飛び蹴りされた記憶だけの。大丈夫です、もう分かりました。え、大丈夫です。してない、してない。いや、今ね、あのこのクイズとして一番の欠陥は、うん、妹って入っちゃったことなんです。そうなんだよ、ね、ああ、妹チーム、弟チームなんだから今まで分かんないですけど。いや、でも、だとしても分かった。いや妹関係なかった。確かに分かった。